何時間待たせるの？お待たせしました。白鳥玲子か、かきつばとあやめ。うーん、親の反対を仕切って懲りずに東京に舞い戻ってきたって聞いてたけど、惨めなものね。惨めとは何よ。鏡をご覧なさい、お嬢様の面影ゼロ。ほんと無様ね。まあ、あなたにはお似合いよ。あっ何よ。惨めなのはあなたよ。私？そうよ、何しろ全く分かってないんですもの。これこそが私と哲也くんの本物の愛だということをね。本物の愛？それが。それでは私はお仕事があるので失礼。ちょっとどういうことよ。私は忙しいのよ、本物の愛を手に入れるのにね。玲子さん、やっぱああいうマンションに戻りたいんだよ。かわいそうな。あのすみません、ちょっと伺いたいんですが。あら、誰かと思ったら本物の愛じゃない。ここのお家賃？ええ、やっぱり高そうですね。あ、敷金とかもやっぱり高いんですか？そんなに慌てないで、紅茶でも飲みながらゆっくり。ごめんなさい。これはイギリス王室から賜った最高級ダージリンティーなの。シャツについたらシミになって取れないよ。どうも。どういうことよ、今日も出前取るなんて。食べたかっただけよ。どうせ私が苦労してるのを笑いたかっただけでしょ。でもね、昨日も言ったけど、これは私と哲也くんの本物の。すいません、あの俺の服ってどこにあります？哲也くん。玲子さん。あら、タイミング悪かったかしら。玲子さん、違うんだ。哲也くんのバカ、あなたとの愛のためにこんなにお仕事頑張ったのに、かきつばとあやめなんかと、そんなにお嬢様がいいの？やっぱりあなたはお嬢様がいいのね。中華料理屋の白鳥玲子じゃなくて、お嬢様の白鳥玲子が。わかったわ、哲也君。もっともっとゴージャスなお嬢様になってあげるわ。柿つばとあやめなんて目に物見せて差し上げますわ。